よー指揮官、お久しぶり。ずいぶんと会えてねえからって俺のことは忘れてねえよな。この前あんたが応援要請で九龍へ行ったってことを噂話で聞いたんだ。あの時九龍がどれだけヤバいことになってたかわからなかったが、あんたの名前を耳にした時、九龍はきっと大丈夫だって思ったんだ。俺は今いろいろあってアディレ商会にいるわけだが、それでも九龍は俺にとって生まれ育った場所なわけだし、あんたがその九龍に手を貸してくれたことが嬉しいんだ。お、いろいろ話してる間に列車が九龍の近くまで来たみたいだ。もうそろそろ到着かな。指揮官はまだ九龍にいるのか？この列車はしばらく九龍付近で停車するから、暇ならいつでも来いよ。九龍で何があったのか、あんたの英雄譚を詳しく聞きたいからさ。それじゃ、こっちに来れるときは連絡くれよ。ソフィアにも伝えておくから。